尾崎健一は日本の実業家。日本国内初の個人向けインターネットプロバイダー、ベッコアメインターネットを設立当時は、高額な専用線を引ける企業や大学でしか、インターネットを利用することができなかったものを、個人向けの商品として開発したことは、日本のインターネットの歴史においても非常に重大な出来事となった。 現在のプロバイダーサービスの基本となった数々のサービスを開発、提供し続け、独立系プロバイダーとしては、国内最大手にまで拡大させた業界のオピニオンリーダー的存在。1998年以前、ランボルギーニの自動車を2台買ったが2台とも動かず、新しく買った、イタリア車も壊れたと語っている。 2008年10月4日の朝日新聞長官経済面に1ページの半分を削く面積を使った富裕層の生活と節税を紹介する内容の記事において東京湾岸の高層マンションでくつろぐ小崎が写真と共に紹介された。2008年11月、後段者発行のムックセオリー2008 vol.6 お金の探求で 所有するマセラティアクルーザーの写真とともに、尾崎の生活や経営に対する考え方などが、紹介される。ベッコアメソン始者、尾崎健一車変歴黄金期、ダンボネットシステムズ公式サイトトリプルマイナス1、公式サイト。ありがとうございます。